はい、どうも始まりました。今回はですね、じゃーん、こちらライムトンオーディオから新たに出ましたコンプレッサーフォーカスフラットチューニング。このフラットチューニングっていうのがどういう音なのか、どういうコンセプトなのかっていうことを、こちらのノーマルのフォーカスと比較しつつ、そのコンセプトやサウンドについて説明していきたいと思います。このフラットチューニングっていうのがそもそも何なのかっていうことなんですけれども、この通常のフォーカス、まあ、こちらね、たくさんのギタリストさん、ベーシストさんに使っていただき、もう本当にありがとうございます。このフォーカスらしさみたいなところがいくつかサウンドにポイントがあるんですけれども、中域部分ですね、まあ、ギターでもベースでもこの中域ってすごく大事な部分になってくるんですけれども、ほんのわずかに押し出されることによって音の存在感を生み出すみたいなところがあったんですね。なんですけれども、人によってはそこってもうちょっとフラットの方が、中域の押し出しって別にそんないらないっていうことがあったりするので、フラットに設定してあるっていうのがこちらのフォーカスフラットチューニングになります。はい、じゃあ弾き比べていきましょう。今両方オンになってますけれども、ライムトーンベース経由してますので、これでフォーカスがオン、こっちでフラットチューニングがオンって形になります。じゃあまずオフのバイパスからですね、アンプ直です。うん、フォーカスオンにします。お、めっちゃフォーカスの音ですね。じゃあフラットチューニング、フォーカス、もう一回フラットチューニング。なんかすごくあっさりしてません？そうなんですよ。これね、フォーカスをこれ一番初めに世に出す時に、実はこれとこれですごく最後迷ったんです。仕様をすっきりさせた方がいいのか、やっぱこれくらい味付けあった方がいいのかっていうところで、本当の最後の最後までどっちがフォーカスとして世に出るかっていうのを迷った挙句、やっぱりですね、このノーマルのフォーカスのこの存在感、このこれが絶対いいと思ってこっちになったんですよ。オフだとなんかわかります？ちょっと寂しい。のオンだとなんだろう、このなんか病みつきになる感じがあって、それでいてコンプなんで強く弾いてもね、そんなに音がわーって急に大きくなったりしないっていう。で、そのね、発売の時にこれはまあ世に出ることはなかったんですけれども、このタイミングでついに、まさかね、ここで出るとはちょっと僕も当時の僕は思ってなかったですけども、トレブルちょい上げ、ゲインちょい下げで、コンプレッションは浅めにしてみました。じゃあいい、もう僕これ好きなんですよ。フォーカスフラットチューニング、爽やか。こっちが好きな人もいますよね、絶対。これがオンにするとかっこいいんですよね。存在感が出るんですよね。じゃあフラットですね、いきます。また違った良さがありますね。しかもね、これね、やっぱ音が違うと自分の演奏もなんかちょっとこのピッキングの感じが変わってくるっていうか、プレイヤーもね、その音に刺激を受けてこう演奏が少しずつ変わってくるっていうのも面白いところだなと思います。ちなみにこの中域に関しての鳴りのコントロールの仕方っていうのがあって、これどこにもミドルっていうつまみないじゃないですか。ただこのゲインっていうつまみが割とこの真空管っぽさって、いわゆるその中域のこのブースト感だったりもするので、ここをですねちょっと減らすと、なんかこう軽くなるんですよね、どん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 。ちょっと音量も下がっちゃうんで上げますけど、うん、で逆にここを上げると、上がってきますよね。この感じがね、かっこいいと僕は思ってるんですけれども、なのでね、一概にだから中域のね、この量っていうのは本当時と場合だとか好みによるので、でこのフラットチューニングっていう風に言ってますけれども、完全なフラットではないです。
でこれはやっぱりこのフォーカスっていうエフェクターをこう買っていただいて、そのフォーカスらしさみたいなのもこう感じて音作りしていただきたいので、もう本当のドフラットにしちゃうとなんかそのね、あのお金出して買ったのに別にそんなに音変わりませんだったらそれちょっとさすがにあれなんで、フォーカスの中でのフラット寄りだよというふうに考えていただければと思います。前ちょっと別の動画でもお伝えしたんですけれども、このゲインつまみってマックスにしても結構使えるよっていう音作りがあったりするんですけれども、コンプレッションとゲイン連動っていうセッティング方法があって、要はここが連動してると音量あんまり変わらないですっていう、ちょっとやってみます。これ12時でしょ、こう上げるとこのコンプのかかる量は増えてるんだけれども音量は変わらないんです。こうするとこれ何が起きてるかっていうと、コンプをめっちゃかけてるから音量が下がるんだけど、その分ゲインが上げてるので、こうプラマイを常にこうゼロにし続ける。逆にこうしてもだいたい一緒なんですよ。これ分かってると結構あの楽でね、もうがっつりもう全開全開ぜひね、あどこら辺がいいかなってこう迷ったら、こういう風にね連動させてセッティングして、そっからもうちょっとコンプ浅くしようだとかこうしようみたいな感じでやるといいかなと思います。はい、そんな感じでこちらのフォーカスフラットチューニング、フォーカスとそういうところが違うんだ、あ自分はこっちの方がいいかもって方はね、ぜひぜひチェックしていただければと思います。今回ちょっとベースでできなかったのは申し訳ないですけども、ベースでもねほぼ同じ効果ですので、だいぶちょっとイメージこの動画でも掴んでいただけるんじゃないかなというふうに思ってるんですけども、また機会があれば撮っていければなと思っております。そしてコメント高評価もですねお待ちしておりますので、こういう部分良かっただとか、もっとこうしてほしいだとか、いろいろありましたらぜひ書き込んでいただければと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。またの動画でお会いしましょう。